皆さんこんこにちは今日はこちらのさつまいものつるを使ってお正月飾りを作っていきたいと思います。えー、っと作り方は本当に簡単ですのでぜひお家でも試してみてください。それでは早速作り方を紹介していきます。乾燥させたリースを一つ準備します。 そして、えー、飾りなんですけれども飾りはあのお正月飾りであれば何でもいいかなと思うんですが私はこんな感じで手作りをしました、えー、作り方に関しては概要欄に載せておりますのでそちらを、えー、参考になさってくださいその他、で、えー、ですね、えー。これ和紙で作ってます。和の雰囲気を出したい場合にはですねこういった和紙を使うのがいいんじゃないかなと思います そして、水引きです。こちらはですね、あのゼミの学生さんに協力して作ってもらったものになります。このだるまの折り方に関しても、概要欄に載せておりますので、そちらの方を参考になさってください。こちらのホットグルーガンを使って、折り紙や。えっと、デコレーションボールの方を貼っていきたいと思います。もう好きな場所に貼れば。 いいいいいと思いますので自分が好きなように貼っていっててくださいえボンドで接着することもできるんですがえボンドだと少し接着に時間がかかりますので今回はこのホットグルーガンを使って瞬間的に接着をしていきたいと思います。 ただですね、このホットグルーガン使う時は紙に,、えっと、にグルーガンをこう垂らしていくんですけれどもこうやって押さえる時もですねやっぱり熱くなりますので、えー、注意が必要です。そして最後にボンボンをつけていきます。 こちらが今回完成したお正月飾りになります。えっと玄関やリビングなどに飾るとお正月らしい雰囲気が出るかと思いますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。